出れてすごい頑張ってっていう、1年目はそうだけど5年目ではやっぱりそれを相応のプレーもしないといけないし、やっぱチームのために頑張りたいっていうのもあるし、まあ、J1 昇格のために何が何でも頑張ってやっていかないといけないなと思いますね。トップ下の選手の層が厚いってことはもう選手のネームで分かると思うし、まあでもサッカーしている以上は年齢関係なくて、やっぱいい選手が使われるっていうのがまあ当たり前だと思うので、まあそこに負けたくないっていうのは絶対ありますし、まあ負けないっていう気持ちでやってるし、まあ自分自身今スタメンに出れてなくて、まあでもまあスタメンでいつでも来てもいい準備はしてるので、そこは全力を出してやっていけたらいいなと思います。みんなを助けられるような守備だったり、泥臭い守備だったりってのもだし、ゴール前では自分が点が入る前のプレーとかにこう常に関わっているような存在でありたいなと思います。